今回は好きをやってみるというお話です。そもそも何が好きかわからないと言われることがある。しかし好きとは頭で考えるものではなく、普通に生活する中で普通に感じるもの。毎日の生活の中で誰でもこれ好きかも、あ面白そうと思う瞬間があるはず。その感情の動きで十分である。それをきっかけに何かしら行動を起こしてみる。面白そうと思ったら軽くやってみるぐらいの気持ちでいい。感情が動いたのに体を動かさないことを繰り返すと、やがて動かそうと思っても動かなくなる。だからここぞという時の一歩を軽やかに踏み出せるように、日々の一歩を踏み出すのである。会社にいながら好きを探せる人は実はとても恵まれている。独立起業して挑む冒険の一歩ではなく、会社員という生活の基盤がある中で日々の新しい一歩を踏み出せる環境にあるからである。新しい一歩を踏み出そう。会社のプロではなく仕事のプロになる。森谷実著。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。